キャプテンレインボーやります。よし、テーマソングがね、なんか中毒性があってね、聴けば聴くほど覚えたくなる、うん、やつですよね。この音は不安になるけどね、優しさに触れることで素直になれたらいいね。泣いたり笑ったりと、ヒーロー違いやってことでね、やっていきましょう。これこうギターの弦っぽくなってんのな、このメニュー、こう音がするっていうね、おしゃれ、やっていこう。録画ソフトを変えまして、ちょっとだから音量バランスとか違う、変わってるかもわかんないです。なんか気になったら言ってください。あと、お、あとミミンだ。ちょっと待って、おー、めっちゃ走ってる、めっちゃ走ってる、めっちゃ走ってる。ウーム、デビル。なんとかしてやつを逮捕。あ、いや、やっぱ危険人物やとは思ってるんや。それにしても暇だ。ええことやん。いい事件ないですか。最近の本家はカニとか蝶々の周りをうろうろするだけ。ええわやん、もう。そうだ、ニックさん、島の生態調査をしましょうよ。なんで？思えばここって変な生物しかいませんよね。警察の仕事それ。もしかしたら絶滅の恐れもある生物がいるかもしれません。二人で環境破壊から島を守りましょうよ。それは警察の仕事じゃないって。オッケーや、オッケーのサイン今の。ってことで、いくつかサンプルを探してください。まずはビーチの生物から調査します。ああ、そうな、ねえ、ピーチクーパーチクうるさいやつ、そいつを見つけてください。ってことでよろしく。あんまり生き物のことよく思ってないやん、走り方よ。バッテリー消費大きいな、あの走り方は。前回終わるときに、ん？次回は星を集めて、誰かの願い叶えるのを目標にしようなんて言ってたんですけども。あれや、ピーチクパーチクうるさいやつ。変身せなあかんの。変身！ああ、しまった。ロングバージョンにしてもた。一応いつでもロングバージョンの変身もできるらしい。どこを光らしとんねんっていうね。まあ星集めて誰かの願い叶えようなんてね、こと言ってたんですけど、どうなるかな。鳥に対して背を向けとったよ。黒く忍び寄る悪の影、トマホークインコ。はい、今のでええんかな。でも他の生物もせっかく、あ、星ある。せっかくやから見つけときたいよな。おー、逃げられた。カニもどうせやから、ついでに捕まえておきたい。変身先しとこうか。お、何これ。ん、あ、おるおる、寝とる。よいしょ。この島では珍しく割と普通のカニやな。さらばガニ。ああ、だからすぐ逃げるんか、こいつ。これ何よ。お？っていうか宝箱あるやん。ここからでは開けられない。
おお、あ、そうか、水に触れたからか。そうか。説明しよう。そんな足ちょっと触れただけでも覚えておけ。はい、雨の人がどうすんの。あ、いたいたいた。なんや、お、何これ、お魚釣りセットをゲットした。おーってちゃんとつけるんやね、丁寧なんだね。これは何よ。おー、小さい貝殻を入手した。でもそれはもうキャプテンレインボーの状態でも拾ったらええがな。ん？ B 押すべからず、もう押せってことやろ。もう B ボタンで取るやったっけ。これか。おいしょ。あ、やったやったやった。押したらあかんかった。あれ何よ。パンニルフスクは怪しい席。手では届きそう。タックルで落ちるとか？おれ、まあ、もしかヨーヨーで取るみたいな。耳の赤変。なんかえらい順調にいろいろ手に入ってるの。耳が入っている。衝撃を与えれば壊せそうだが。あ、なんかやっぱり結局さ。壊れない。お前が壊れる言うたんや。チャージして。あれ、もう一回ヨーヨー振って、あ、チャージが足りてなかった。よいしょ。ほんで親指立てたらええんかな。先輩軍、腕輪を抱えた人と時間らしきマーク。ああ、なるほど、朝じゃないとあかんのか。朝っていうか、パンニルフスクは夜はあかんのか。初めてじゃないかな、時間的要素がちゃんと出てきたの。時間が味噌ですよっていう要素が出てきたの。星は集まりそうで集まらんかもなっていうか、マッポどこ行ったんや。この先か。全島民の位置が分かるっていうすごいシステムやな。元気ですか。例のサンプル、サンプルとか言うてるやん。はいはい、トマホークなんとかな、そんな本も取ったやん。本当は実物を見たいですが、そこはグッと我慢です。うん、確かに発達したくちばしがトマホークに見えますね。何やねんもうそのサイレン。ここではお前写真撮らへんのかい。生物を捕まえると図鑑に登録されます。見つけた生物はヨーヨーでガンガン捕まえてみましょう。絶滅せえへん、そんなことしとったら。あ、ご褒美くれるって。何、あ、星くれた。あれ、これ星たまるんちゃうか。では次に探すサンプルは爬虫類でノロノロしてて丸いやつ。爬虫類でノロノロしてて丸いやつ。心当たりないけど捕まえてるかもしれへんな。はいって言ったら勝手に該当するやつ出してくれるかも。いやいや、嘘言っちゃいけませんよ。はいはい、わかりました。すまん。はいはい、爬虫類でノロノロしてて丸いやつね。ビーチのあたりでは見たことないので遠くの方にいるかもね。いや、教えろやお前。もう横の皆さんには
ちょっととりあえず今回も流れに身を任せてみようかな。まだ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 チュートリアルって感じなのかもしれん。図鑑機能使ってみましょうねって今言われてるってことだね。まだ出会ってないやつもいっぱいおるしな。爬虫類でノロノロ してても、ちょっと待って。洞窟行こう。海岸で拾った、石、石板。暗い。この奥で見た気がする。ほらほらほら、これ。何かをはめ込めそうだが、そうやろ。アイテム。ほら。いかにも怪しい。どうですか？これはめたらなんかいいことあるでしょう。ロボ使うぜ。ぴったりやん。ここまでぴったりはまる？なんや気が光って星が落ちてきてる。うっこ声が気持ち悪い。耳の腕を持つ者よ、この壁画の秘密を教えてあげるのじゃ。教えてくれるのか。声が死にそうやねんけど。ミミンについてのお話をするのじゃ。確かにミミンが何なのか知りたかったよな。大地はミミンという精霊を生み出したんじゃ。ミミンは大地と共に生き、大地から受けた喜びを体内に溜め死んでいくんじゃ。悲しい。ミミンが死んだ時、その大きな耳が大地の結晶キラリンとなり、再び樹木を育む力となるんじゃ。キラリン、あの星のことかな。これがミミンと自然の長年繰り返してきた奇跡じゃ。そしてさらにもう一つ不思議な現象が起きる。それはこれも喋り終わる前に死なへんこいつ。大地の力キラリンを集めて大空に返すと大きな星が落ちてくるんじゃ。その星に願いを込めてどこかの祭壇に捧げるとどんな願いも叶えることができるんじゃ。なるほどな。それが流星矢の奇跡と呼ばれるものなんじゃ。これで願いを叶えていけってことな。他の秘密も知りたければどこかに落ちている、石片を探してくるのじゃ。はい。おお。これ中指。ああ、びっくりした。時間の切り替わりか。中指立ててるように見えるよな、これ。俺はこんな小さい相手にも平気で中指立てられる男なんやで、みたいな。朝になったからまた海岸行ってみようかな。まあでも丸くて、何やったっけ、ヌメヌメしたやつやったっけ、爬虫類。もう探さなな。あと、そういえばですね、初日は、蝶々や。あれ、蝶々ってもう俺撮ってたっけ？図鑑見よう。トンボは撮ってる。蝶々は？疑問多いな。蝶々は撮ってない。撮っとこう。よし。気持ち悪いな。ドドメラサキ。よっぱいしょ。大紫ってことか、元は。あ、親指立てに行くか。
初日はね、こっから撮っていきますとかね、今回はこの辺で終わりますなんて言ってたんですけど、あれやってたら動画区切るときね、編集するときにえらい苦労したんで、もうしません。さあこれは、あ、ここも洞窟か。動画はまとめ撮りしたものをぶつ切りにして上げていく感じになります。よろしくお願いします。おっす、直入って3秒で宝箱。よしよしよし、なんや、こけしや。僕のロボット、タウリン、ミミン味をゲットして、気持ち悪い。説明して。説明しよう。君が手に入れたアイテムはタウリンミミン味という不思議なアイテムだ。このタウリンミミン味は飲むと一定時間エネルギーが減らなくなる超優れものなアイテムなのである。映画なあまりにも優れているので私も説明に困ってしまうのだが、一つだけ弱点がある。服用しすぎると死ぬ。あ、それは飲んだら最後ニックの状態でも消費してしまうんだ。ということはだ、このアイテムを使った時はレインボーに変身している方が得なのだ。なかなか手に入れるのは難しいアイテムなので大事に飲んだ方がいいと思うぞ。説明は以上だ。飲んだ瞬間からエネルギーはビンビンで心はルンだやべえやべえ薬の感じがする。なるほどね。っていうかレインボーの状態やったら貝殻拾うことすらできへんかったんやな。渦巻きの貝殻、はいはい。ああ、ええやん別に2個以上持ってても。ええやん。お、欲しや。そろそろ溜まりそうやぞ。なんかでもまだ溜めたらダメな気もするな。難しいとこやな。あ、紙芝居やってる。これ中、いや紙芝居を入れる箱じゃなくて、紙芝居見れる？あ、序盤っぽい。うん？ニクハンおはようさん。ニクハンもしかして紙芝居見に来てくれたんかな？せやねん。見してくれる？俺見に来たからまだ最初から話して。はよ輪に入っておくれやす。正座や。ほんなら今回は英国王のスピーチドス。お、出来たての新作。実写版ジョジョの奇妙な冒険ドス。よろしゅう。やめてくれ。ほんなら始めるな。かわいい。恋する流れ星第1話。とてないお子さん。お空に輝くお星様。地上で暮らす人たちが心から叶えたい願い事を持った時、お星様は流れ星となってその願い事を叶えてくれるのです。流れ星にお祈りすると願いが叶うんよ。あ、そうか、今日っぽい名前じゃないと。かわいい。この子は、西の空で生まれたかわいいお星様。私は、桜、素敵な人が素敵な願いを持ったなら私がそれを叶えてあげたいな。
されめてよ。さくらがいつものように物思いにふけっているとお友達が言いました。なんやねん、このちょっとだけ引っ張っといて、この左側の半分を生かすやり方テクってるな、光てよ。テクってるって。さくらちゃんは私決めたわ。一生懸命なおじいさんの素敵な願いを叶えてくる。お友達はさくらを置いて流れ星になり行ってしまいました。ああ、ああいいな、願いを叶えてあげる。素敵な人が見つかって、私が願いを叶える人はどんな人だろう。かっこいい、かっこいい人だといいな。早くあなたに会いたい、会いたい会いたい。かわいい、恋する流れ星やな、とかなんとか。寝ぼけたこと考えとったら、考え事をしていたさくらはうっかり地上へ落ちてしまいました。ああこれは大変。さくらはまだ誰の願いを叶えるか決めてないのに、これは大変や。お星様のさくらちゃん一体どうなってしまうんやろ。今回はここまで。うわあ、もう終わり。続きはまた今度、おしまい。星しか書いてない。あと俺らがさっきまで見てたおじいさんとおばあさんの話はって言うてるわ、ミミンちゃんが。よかったらまたうちの紙芝居見に来ておくれやす。かわいいな、撫で方がすごいけどな。あ、星あるやん。ほら、もうたまりそうやで、これ。あ、星あるやん。桜かな、落ちてきた桜かな、今の。兵隊さんたちや。じゃあこいつに話し、おお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 お、あなたニックさん変身できるんでありますよね。もうバレてるやん。掲示板をチェックしておけばこれぐらいの情報は朝飯前でありますよ。変身して会いに来てくださいでありますよ。ではファミコン兵士、自己紹介するであります。そこのファミコンウォーズの兵士らしいぞ。整列、混じっとる。変な、もうええねや。我々のファミコン、あ、帰れた。あります、我々兵士でありますが、今は戦いから身を引き、バレーボールの選手を目指しているであります。夢は世界大会で金メダル獲得でありますよ。よろしくお願いするであります。そんな天真ぶり。ニックさんどう見てもマメルカの人でありますね。そんなことあるわけないと思うでありますが、つかぬことをお聞きするであります。あなた将軍でありますか。どういうこと。正直に言っとこうか、将軍ではない。ちょっと何言ってるか分かんないです。いやいや、指親指下に向けんでもええやろ。そうですよね、そんなことあるはずないですよね。将軍というのは我々の元上官でありますよ。ああそうか、それでいきなり言葉が砕けたんや。そうですよねとか、また戦場に連れ戻されるかとドキドキしたであります。あ、元上官っていうのは昔ファミコンウォーズをプレイしたことあるかどうかってことかな。
それなら俺将軍やけどな。ニックさんには今度バレーボールの特訓にお付き合いしてほしいであります。昼過ぎからビーチで特訓しているので、お暇な時に顔を出してほしいであります。はい、ファミコン兵士解散であります。ヘルメットやめたらとりあえず。おっすー、森への道を塞いでいたニック・キバリケートがなくなったようであります。憎まれてるやん、マッポのバリケード憎まれてるやん。森や遺跡の方で生活している人もたくさんいるでありますから、ぜひ一度会ってくるといいであります。はい、変身して話しかけるのか。やあファミコン兵士くん。うん、わかるやろ、目の前でやったんや。意外と普通でありますね。ヨヨでバチコンやったんだ。くそ。あ、なんやこれ。お？お？お？なにここ。生き物。変身。よっ。めっちゃ嫌がってるように見える。パンニルフスクワ。クゲカモメケット。羽細っ。翼細っ。あ、魚釣れそう。釣り場、ほらほらほら、魚おるし。ニック君、遊び方を説明しようか。長なる説明して。説明しよう。これは泳いでいる魚を竿と糸と浮きを使ってタイミングよく引き上げる遊びだ。うん、そうやな、釣りや。竿の振り方から説明。はい、ウィーリムコンをかっこよく後ろから前に振ってみるんだ。はい、かっこよくな。ふい。これが基本スタイル。はい、あまり重要ではないが覚えておけ。はい、釣り方について説明。はい、浮きに注目。となる。はい、しかしこの時はまだ魚が警戒している。この状態で引き上げても逃げてしまう。はい、そう、釣りは待つことも重要なファクターとなる。お前何でも知ってんねんな。そして浮きが一気に沈んだ時、ウィーリモコンを引き上げる。はい、よっ。逃げられたんかい。今のように引きが遅いと魚に逃げられる。浮きが沈んだ瞬間に、はい、了解です。釣った魚はバケツに入れられ、その後リリースされてしまうが、いや、それは俺の好きにさせてくれや。図鑑にはちゃんと記録されるので安心してほしい。中には懐かしい魚も泳いでいるから。バルーンファイトで水面ギリギリ行った時に食うてくる魚とか出てくるかな。理解できたかね。はい、いや、てかマジで出てきそう。やってみようか。よっ。気持ちよく釣ってバーッと締めよう。戦い続けてる平和。よいしょ。うわ、気持ち悪い。マモマモマミムゲット。名前も気持ち悪い。もう一匹だけ釣ろうか。よっ。釣りの時の音楽いいな。のどか。戦い続けてる平和を。よいしょ。守る。うん、かわいい。ヒエヒエスズメゲット。オッケーオッケー。釣りよりもその魚をバケツに入れる技術がすげえ。 Z ボタンってどれや。やめようやめよう。
リリースの仕方雑やな。ニックってなんかあれやな、なんか十分な愛情を受けて育ってこんかった感じする。ああ。